はい、皆さんこんにちは、モモンガです。今日はですね、めちゃめちゃ楽しみにしてたメイドさんのフィギュアスタンドキーホルダーが届いたので、今日はそれを紹介していきたいと思います。もしよければ最後までご覧ください。超楽しみにしてて、あのね、メイドさんシリーズはまあ私も大好きで、それで最初3月やったっけ、あ、4月の最初やったかな、お届けがやってんけど、あまりにも人気で急にその発送日が変更になって、私は結局誰買おうかって迷いまくって、まあ、決めたのがちょっとギリギリ、受付終了ギリギリやったから2月の下旬でした。でも多分もうみんな届いてるよね。おー、みんな何頼んだかちょっと教えてください。アネンガさんの分もあるんですけど、アネンガさんの分から紹介しようかな。アネンガさんはアンジュルムの神国領萌えちゃん推しなので、神子です。とっても可愛いね。これ1000円はね、でも結構安いですよね。ちっちゃいんですよね、普通のより。で、後ろが萌えって書いてて、めっちゃ可愛い。超似合う。この靴下、このリボンが入ってる靴下がめっちゃ可愛くて、あのまーちゃんもね、この靴下なんですよ。もうめっちゃ可愛い。これなんかこのまま飾りたいね。このまま飾ろうかなって思う。めっちゃ可愛い。まあこれアネンガさんのなんで、私はね使えないけど、めっちゃ可愛い。これピンポス出たらよかったのね。じゃあ私が買ったのは3つなんですけど、1つ目がじゃん、北川リオちゃんです。モーニング娘。のね、あの 2-1 の推しだと北川リオちゃんと佐藤まさきちゃんなんやけど、いやめっちゃ迷った。もう各グループ買っちゃうとか思ったんやけど、いやさすがにやめとこうと思って少なめにしたんですけど、めっちゃ可愛い北川リオちゃんです。可愛いね。やっぱり背景もさ、すごい可愛いよね。わかるかな、この可愛さ。なんかお人形さんみたい。モーニングが赤か、赤のリボンですね。ほら、アンジュルムが青のリボンになってます。かわいい、めっちゃかわいい。あと、あと2つなんですけど、じゃん、佐藤まさきちゃんのフィギュアスタンドキーホルダーです。モモンガさん的にはフィギュアスタンドキーホルダー同じの2つ買うのが人生で初めてなんやけど、なんでね2つ買ったかというと、いやもう可愛いやん、2つ買うやろと思って。やっぱり1つはあのお出かけ用に持って行きたくて、あの私宝塚とか行くときに絶対にねカフェに行くのよ。でなんかカフェとか別にそんな回るタイプの人間じゃなかったんけど、すっごい宝塚の周りのご飯屋さんってやっぱチェーン店じゃなくて個人経営のとこが多くて、あの他の何とこでは食べれないようなご飯ばっかりで、しかもお値段もお安めでめっちゃ美味しくて、で私がいつも食べてるティーハウスサラさんっていうところのアフタヌーンティーがね、今写真出てると思うねんけど、そこが1800円でこんなに美味しいのを食べれるのかっていうぐらい、ケーキもめっちゃ大きくて、普通のみんなが想像しとるタルトよりもでかくて、でなんかそこの雰囲気とやっぱり合うから一緒に撮りたくて、で絶対ねその宝塚の時は持ち運ぼうと思って、でなんか多分、まあ、割れることはほとんどないと思うけど、割れたら多分泣くから、もうね受注でもう販売されないからこれだけはもう保存用買っちゃいました。かわいい。ここが面からなってて、まさきってなってます。私の好きなこのリボンのついた靴下と、このなんかわかる、おててがこうね、かわいいですね。いやどんな感じで来るんやろうと思ったら、これは好きですっていうのが来たので、でも本当はあの花柄の衣装のフィギュアスタンドキーホルダーを予約し忘れてるのが一番ちょっと来てるので、やっちゃったっていうのもあって、まあそれもあって2つ、まあ、買ったんですけど、ここ最近で一番かわいい気がする。寝巻きじゃなくてルームウェアのさ、フィギュアスタンドキーホルダーあったやん。ちょっとあれはなんかちょっと惜しくて、私的にはあんまり刺さらなかったので買わなかったけど、メイドさんはやっぱめっちゃ可愛い。もうさ、なんか感触系ばっかりやないや全メンバーお金あったら欲しかったぐらい。無駄じゃないもん、こんなん可愛いやつ。可愛い。私はちょっとこれこのまま飾、1個は飾ろうかなって思ってます。
一個だけ出しますね。一個は飾るんで。で、台座、台座ですね。台座と、あとこのマサキって書いてるハートネスと、このボールチェーンと、あとこのフィギュアスタンドキーホルダーがついてますね。外すときは、あの裏面がね、裏面がこうやって印刷されてるので、シールが当たってるの表だから、まあ剥げる心配はないんですけど、まあ、裏もこんな感じで、前までこんなんなっとったっけ、久しく買ってないからさ、裏こうやって書いとったのは私は初めて見た。めっちゃ可愛い。え、やばくない？大きさはね、これぐらい。ちょっとジャニーズさんのアクスタが近くないんやけど、多分ジャニーズさんのアクスタはこれぐらい？これぐらいなのかな？これぐらいなのかな？結構やっぱちっちゃくて、他のアクスタより。で、可愛いですね。こんな感じ。どう？めっちゃ可愛くない？で、ここがね、つなげれるようになってます。他のアクスタと。いや、かわいいね。なんかさ、ボールチェーンめっちゃたまらへん。あるあるかな。なんか私さ、ボールチェーン使わへんくて、なんか結局その、あの、アクスタの、あの、サンリオのね、後で紹介するけど、おねんねのやつに入れちゃうと、結局さ、使わないのよ。じゃあ、ボールチェーンが使わないままどんどん溜まってって、今も眠ってる。台座もさ、結局使わへんかったりするから、次の動画かな。ダイソーのパンキング何て言うっけ、なんかボードみたいな買って、ちょっとそれにね飾り付けしたいと思うので、ちょっと次回とその次もう楽しみにしていてください。もうこれ飾ろうと思ってるんで。あ、かわいい。ちょっとごめん、ピント。北川リオちゃん、え、めっちゃ可愛くない？これ天才的な可愛さ。ちょっとネイル可愛さです。こうやってつなげることができます。めっちゃ可愛い。でもこう横じゃないから、なんか横にしたい人はこのなんか横バージョンの、あの台座も売ってるので、ぜひちょっと買ってみてください。めっちゃ可愛い。天使やばくない？ちょっとまた次の動画で飾るのが早く、もう楽しみです。これね、サンリオで販売されてるアクスタのね、収納、持ち歩きのケースなんですけど、これはジャニーズさんとかのあの界隈のやつがちょうどいいぐらいなので、ハロプロのはちょっとちっちゃめになるんですよ。普通はここにやるねんけど、こんな感じでめちゃめちゃちっちゃいので、まあ、2人とかだったら、ちょっとここ浮かしてるので、こうやってなったら、あ、落ちないねん、こうやってしても2人やから、ちょっとどっか引っかかってんのかな、まあ、こうやってしようかなって思ってます。で、台座とかを、この、これポケットが2つあるから、この後ろに、この台座とかをね、入れて、で、前にこうやって入れたら、可愛いかなと思います。でもこうしたら、ほんまに、なんやろ、落ちる心配がほとんどなくなるから、ちょっとね、ここが重なってるから、剥げないようにって感じなんですけど、可愛いと思うので、これ可愛いと思うので、1000円ぐらいやったかな、結構安いんですよ。で、他にもいろんな色があって、まあ緑にしときゃよかったんですけど、やっぱり好きな色と、あと私が買った時は発売日初日で、結構あの買えなかったので、黄色しか買えなかったんですけど、その後にドンキでこれ見つけたりとか、今結構普通に販売されてるので、メンバーカラーとかあんまりちょっと関係ないのがいいなっていう人は白もあるので、すごいおすすめです、これ。はい、ということで、もうめっちゃ良かったので、まあ、またね、ちょっと私が響くようなフィギュアスタンドキーホルダーがあったら、ぜひ買ってみたいなって思います。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。